高校生活で一番楽しかったなって思う出来事はどんなことでしたか？あんまり部活も歌が別に好きなわけじゃなかったので、で、ピアノも弾けなかったですし、音符も読めなかったので、本当になんで合唱部入ったんだみたいな感じから始まり、まあ、終わる頃には音符は読めましたけど、まあ、そんな感じではあったので、そこにのめり込むわけではなく、まあ、正直部活でそんなめちゃくちゃ楽しかったこともなかった。まあ、楽しかったですけど、なんか一番っていうようなことはなかったんですけど、その生徒会で活かされた、イベントがすごい楽しくて、神奈川県の未来について考えるような、そういうイベントだったんですが、当初の僕は政治とかには興味があって、で、学校の中にはなかなかそういうことに興味がある人はいなかったので、初めてこう政治とか、まあ、経済とか、そんなことについて語り合える仲間ができ、で、またいろんな生徒会の集まりでもあったので、僕自身は生徒会長じゃなかったですけど、周りに生徒会長になったやつも多かったので、もっと神奈川県の横のつながり、学校の横のつながりできたらいいよね、と。そんなことを、アイデアとして盛り上がり、実は高2から神奈川県の中で生徒会連盟みたいな名前を作って、生徒会の交流会を7回ぐらいかな、なんか毎月のようにやってた時期があります。で、まあ、その中で、僕の家にみんなで遊び集まって、学校みんな違うんですけど、集まって、企画会議したりとか、Mac でそれこそ貯めりながら、そうじゃ学校をまたいだ文化祭やりたいね、みたいなことで盛り上がってたので、なんか文化祭の企画書を作ったりとか、大人の前でプレゼンしたりとか、なんかそういう瞬間はすごく今でも僕の中の青春っていう中で覚えていて、そういう校外でいろんなものを企んで、まあできなかったことできたこといろいろありますけど、楽しかったなって思ってます。そこが原点だったんだね、武田君の。そうです。まあそれが僕の起業につながる原点でもありますね。じゃあ、もっとその原点について聞きたいなというふうに思うんだけど、中学校時代、武田君は生徒会やった。だから生徒会で遊んだみたいなことなんだけど、その前って幼稚園とか小学生の頃とかで、その自分のそういう生徒会とか、そういうところ、作りとかにつながるルーツって、どんなことがあったりしたんですか？僕の個性というのか、なんか生まれながらの傾向としては、やっぱ自分で思いついたことはやりたいっていう、なんかそういう、まあ、一人っ子っていうのもあります。なんかそういう育つ環境も含めた自分の特徴としてそういうところがあります。まあ、象徴的でよく話すのは、例えば小学1年生の時にいじめられてるんですけど、なんでいじめられたかっていうと、みんながサッカー行こうぜって言ってるのに、いや、僕はポケモンの絵描いてるからいいって何度誘われても断るっていう。それ転校が多かった家だったので、それこそ小学校1年生で北海道に転校して、多分孤独そうだった僕を誘ってくれたなと思うんですけど、そういうのを全部断って、ポケモンに夢中になってるみたいな、そういうところもありますし、あとは小学校、高学年ぐらいになった時に、ビンゴにすごいハマった時期があって、それは地元の大学の学園祭でビンゴ大会やってたのを見て、すごいハマったんですけど、家族集めて、自分で景品集めて、で、お小遣いでビンゴマシン買ってきて、もうすべて勝手に一人でビンゴ大会を用意して、家族でやるっていう、そんなことやったりとか、とにかく自分が思いついたことはやりたいって、何としてもやるみたいなところがあったんですよね。なので、中学の生徒会とかもやっぱりこう、もっと学校こうだったらいいのになとか、教授こうしたらもっと楽しいのにとか、いろいろ思うことは多分あって、それをなんかやりたいなって思ったから生徒会に入りましたし、生徒会でもなんか僕が初めてやった活動たくさんあるので、なんかそういうところは根っことしてあるんだろうなと思ってます。驚きのストーリーですね。いや、よく言われます。そんな、幼少期と中学校、高校を経た武田君が、どんな理由で、どんな志望校を選んだのか、そして、その受験はどんな感じだったのかってことをぜひ聞ければと思います。まず最初に考えてたのは、親に東大行けって言われてたので、まあ、言われてた、厳密に言うとそういう空気を出されてたので、まあ、東大に行こうと思ってました。で、ただ、東大生は使えないっていう、なんかこうニュースを見たりとか、ネットニュースを見たりとかしてて、なんだ使えないのかと。で、実際確かに頭がいいやつって頭でっかちで、僕としては面白くないと思ってたので、まあ、1番手はやめようと。だから2番手にしようというので、僕は文系だったこともあり、一橋大学を過ぎて志望しました。で、まあ、そこからいろいろ調べていく中で、米倉先生っていう、イノベーションとかをね、よく語られる先生がいらっしゃるんですけども、そういう先生のことを知ったりとか、そういう先生の講演を聞きに行ったりとかして、まあ、イノベーションを起こすとか、そういうビジネスをするとか、まあ、そういうところにすごい興味を持って、なので、しばらくは一橋の社会学部とか、経済学部を第一志望しました。で、ただ、それもやって考えていく中で、当時の僕は多分すごいいろんなことができるようになりたいっていう、なんか視野が広い人間になりたい、幅が広いなんか人間になりたいというのが多分あって、そう思った時に一橋って文系しかないんですよね。だから出会える仲間も文系の人しかいなくて、そういう意味では自分のなんかこう、
できることを広げたいとか、視野を広げる上で、今文系理系いろんな人と出会いたいなと思ったし、いろんな人となんかやりたいなって思ったので、やっぱ総合大学にしようと。なんかいろんな学部がある大学にしようと。で、そこで行き着いたのが慶応大学っていう。それ偏差値系でどんどん下がっていって慶応大学に出会ったっていうのが、本当に素直な僕の進路選びのストーリーではありました。で、まあ、最終的にはっていうところで、その神奈川でのイベントを通じて、偏差値ではなく、やっぱりいろんな自分がこうしたいとか、こんな夢があるっていう、そういうやつがかっこいいなっていうのを思うようになって、当時は僕は人間力が高い人間になろうっていうのを自分で言ってたんですけど、その人間力をかいつまんだときにコミュニケーション能力だったりとか、あとやっぱ自分のやりたいことをやるっていうのが大事なんだなっていうことが分かったので、そこで僕が興味持ったのが商店街の活性化っていうテーマでした。神奈川の商店街っていうのも実はすごい廃れてるよって話を聞いて、いろんな商店街の人にインタビューしたりする中で、あ、なんかすごく商店街っていいものなのに、なんか課題があるんだなってことに高校時代気づいて、なので商店街の研究ができる大学がいい、まあ、そしていろんな人と触れ合える大学がいい、その辺を組み合わせていくと慶応大学っていうのがいろんな学部の勉強も授業も受けられる、どの学部に入ってもどの学部の授業も受けられるっていう特性があったり、何より商学部とも商学部には商店街のフィールドワークができるっていうのが大々的に発表されていて、でそれを見てもう商学部に行くしかないと思って慶応大学の商学部に決めたっていう、そういう形です。めっちゃしっかり決めてるし、めっちゃ変遷がある。そうですね、しっかり、まあ、しっかりですね。多分全然探してないっていうのは僕の特徴としてあります。というと？要は上から探すだけなんですよね。東大、一橋、慶応っていう、それ以外実は全く見てないっていうのがあって。まあ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 、大体そんなもんじゃん。頭のいい。そうですね。そうです。あと、早稲田。そうですね。で、早稲田はキャラが違うからやめようって言って、早稲田やめる。そうなんですよ。